9月5日、夕の御言葉。あなたは海の源まで行ったことがあるのか呼ぶ気38章16節自然界にあるものは、最も頭が鋭く冒険心に富んでいる観察者にとっても、やはり神秘である。そこには、人知では到底超えることのできない限界がある。あらゆる知識を備えているのは、 神のみである。このことが目に見えるもの、一時的なものについて真理であれば、霊的かつ永遠のことについてはなおさらである。では私はなぜ運命と意志、宿命、人間の責任などの問題に関して頭を悩ませるのであろう。これらの深い隠された真理を私たちが悟ることができないのは、 太陽の水の湧き出る底を探ることができないのと同様である。なぜ私は主の摂理の理由、主の行動の動機、天の廃材の目的などを知ろうとして好奇心を抱くのか。私は太陽を片手に握り、宇宙を手のひらに支えることができるのか。しかしこれらのものも主なる私の神に比べれば、バケツの中の一滴に過ぎない。 私は無限を理解しようとは思わない。私の力を愛に費やそう。私が律によって獲得することのできないものを、私は愛情によって所有することができる。私はそれで満足しよう。私は海の中心を見ることはできない。しかし私は海の上を吹く心地よいそよ風を楽しみ、順風に送られてその青い波の上を 舗装することができる。もし私が海の源に入ることができても、それは私個人にも、他の人にも、何の益ももたらさないであろう。さらには、それは沈もうとする船を救うことも、溺死した船員を泣き悲しむ祭司に返すこともできない。同様に、私が深い神秘を解いたとしても、それは私にとって役に立たない。 なぜなら、神に対する最も小さな愛、神に服従する最も単純な行為は、最も深い知識よりも勝るからである。主よ、私は無限にあなたにお任せします。そして私を命の木から離さないために、私から知恵の木に対する愛を遠ざけてくださることを祈り、また願います。